えでは入れます、えー、アスト市民大学学長面白講座というのをやってるんですけど、えー、このところ忙しくて、えー、続編を入れられてなかったんです。でまあ、えー、今日は和,和国から日本国に国名を変更したかどうかという問題をやってみようか とということで、ねえー、和国から日本国に、まあ、国名が変わったという解釈、えー、がありますが、うん、それはそうともばかり言えないんじゃないかといういろんな疑問があ出てきまして、えー、で日本国っていうのはもともとですね、まあ、私の解釈ではそのアマテラスが アマテラスが、アラヒト神のアマテラスがいて、えー、まあ、アマテラス大神だと自分のことを思い込んだ人がいて、えー、その人がアマテラスの国を建てたと。まあ、つくよみのみこともいて、それがつくよみの国、カラス・サノウのみこともいてですね、えー、三鬼神ですね。それは 漁具、えー、の鎮子と言われて、えー、建国神なんですね。えー、天の下を白示す、うん、巫女ということで、えー、渦巫女というと、ねあのー、建国神なんですよ。だから大屋島に3つの大きな和人の国ができたというふうに解釈できるので、えー、その三騎士が誰かと。 アマテラスが、まあ、高間原に挙げられたとかいうのは、まあ、後のです、ね、改変によってそういうふうになっているということでアマテラスが、まあ、建てた国というのが太陽神の国ですからの元の国となりまして、えー、それがまあ日本国の起こりではないかということですね。 えーまあ、そういう本なんです、これはね。それで、まあ、その中から、まあ、面白い話題を取ってきていということで、えー、面白い講座に入れようかなということなんです。えー、日本国という国語がですね、まあ、いつから使われていたかということが、まあ、よく話題になるんですが、現存している、その、 漢字をあまりあの和人はあの使いたくなかったのでちょっと漢字っていうのは怖いみたいに思っていた面もあってうん使いたくなかったんであまり使われてなかったから残ってないんですよね、えー、古いその日本国語の使用例が残ってないで一番古いのは猪曲なり星ではないかと言われていたんですね それは実は734年に、えー、亡くなって亡くなられたのその日本からの留学,留学生留学生なんですね。えー、それが734年に亡くなってもうすでに奈良時代には710年内霊んと平城京というわけです。 えー、もう24年も経っているわけですね。えー、その頃に書かれたあその母碑に、その「い」ね、「いあざなはまなり」ねえー。国語日本と、これ、脳じゃなくて日本と書いてあるんですね。えー、書いてあるこれは日本国語が、まあ、現存している。 う一番古いものではないか。だから、もう8世紀ですよね。だから7世紀の、えー、に書かれた日本っていう字は全然残ってない。ということですね、日本の中には。で、あの、えー、でも、それが一番古いと思ってたら、あ2011年にですね、670年に、えー、作られた、あデイ軍。 これはいうのましらのしょというのはあの、島に降参してあの下ってですね、島で,で将軍になっている人ですね、霊軍将軍。それの母子がですね、2011年に発見されて、その中に日本余償、扶養に,に据えて持って、 えー、ほあ、補中を、えー、中を丸がるんですか。とうこう中を丸がる、ね。というような意味なんですね。日本の残党が、吉て残党と不相に立てこもって中伐を逃れていると。まあ、これは何のことかというと、白促への、月野への戦いのことを言ってるわけですね。 で白ノエの,の戦いの時には、もう、クダラが滅んだ後なんですよね。で、に、えー、日本は、クダラの残党を、残党を援助しましてですね。で、クダラに送り込んで、うん、白木と戦わせたわけですけども、日本軍もですね、 出陣しまして白隙のへの戦いをやったんですが、まあ、惨敗してしまうわけですね。それであのあ逃げて帰ってくるわけなんですけどあーそういうことですね。えー、だからこの中には百、ま、済、あの残党も、まあ、含まれているわけですけど。えー、デイ軍 という将軍からすれば、まあ、自分たちは百済のまあ百済、えー、から唐、えー、に下ったわけですから自分らが百済のまあいわば代表なんで、えー、日本軍に従って、えー、行った連中は日本軍の雇い兵みたいなもんだと考えているわけですねだから百済予尚と書かないで日本予尚と書いているわけなです で,す、ねえーでえー、これの解釈でこの日本の解釈でですね、えー、この日本というのはいわゆる日本のことではなくて、えー、東から見て東の方角ということを日本と言ってたんじゃないかですから百済とか新羅もですね あの日本って言えるんじゃないかと。ということは、まあ、つまりまだ日本という国名があ日本が名乗ってなかったということを前提にまあ話しているわけでしょう。えーまあ、そういう解釈をする人がまいるわけですけど、まあ、そういう大胆な解釈をする場合は、うん、日本の国語というのがですね日本になかったと。 えー、使われてなかった証拠みたいなものが必要ですね。ただあの使われていた証拠、今言ったように、あのないわけですよね。あのマ離りだから8世紀の虫が出てないわけですから。あーだから、まあ、日本という国は、国名の国はなかったということを、まあ、前提に議論を立てることも可能であることは可能なわけですよね。 えーまあ、そういうことで、まあ、でも、うん、日本がですね、日本という国名がまあ昔からまあ,あったということは、日本というのは日の,元日,日の出る方角ということですから、東や新羅や百済から日本と呼ばれることは大いにまあ,ありえるし、 えー、日本はあアマテラオミカ神を中心に信仰している国ですからあ古くからですね、えー、日本のことを日本と呼んでいた可能性は、まあ、大いにあると思いますただ文字が残ってないだけであって、まあ、素直にだから唐白木に敗れた日本軍は不相つまり大屋島に 逃れていたと解釈すべきでしょう。ということ。扶桑も国名ですよね。日本、えー、大谷島国の国名の一つですね。日本もそうなんですけど、扶、え、桑、ー、もそうです。大谷島国とかあ、水穂の国とか、まあ、いろんなよ呼ばれ方がしていたわけですね。えー、そういうことで、六百 672年が、まあ、人心の乱ですからあ天武天皇の時代に百済、えー、人で唐の将軍であったデイ君が亡くなって墓子が作られて書かれたものです。ということはどういうことかというと678年に作られている。ということは678年に霊君は亡くなっているわけですから。 天武天皇の時代に亡くなった百済人の唐の将軍であるということである。それで帽子が作られた。でその帽子に、ここにこの日本余償というのがあるんですね。日本の残党が、武装によってですね、国、えー、を免れているというふうなことが書かれているわけです。 だからだらがまあ自ら日本を名乗ったとしたらまだ和国がまあ日本という呼び名で呼ばれていなかったということになりますね。それでまあいつからまあ呼ばれるようになったかっていうことがね、えー、大いに問題になるわけですけど米、えー、軍は660年 当、えー、白木の、うん、連合軍によって百済が滅亡したわけですね。であの、えー、それであの、えー、議事王を報じて当軍に下っていて白敵のえの戦いの時には 東軍の、東軍の立ちるだからくだらぬ残党は米軍自かから見れば和軍,和軍の、ねえー、雇い兵、傭兵ということになる。そうすれば、まあ、日本は結局日本のことだということになりますね。でで ですから、まあ、日本予想というのは、まあ、日本国の残党ということになります。この時に、まあ、日本国名はすでにあったと考えられるわけですね。えー、で,で、えー、母姫名に日本国語が使用されているのは、唐がもうすでにこの段階で認めていたと、日本という国語と党の結局将軍で党の 人が作った母姫ですから、そこに日本の国語が出ているということで、えー、国語の使用を認めたからであるということになりますよね。だから、あこの亡くなったのが600、え、何年でした。678年に亡くなっているわけですから、 唐の側転、部側転、側転部がいて、それは皇僧の皇后だったんですが、皇僧が病気になって、で、まあ、公僧を祭り上げて、えー、天皇にし,しまして、そ,それで、側、え、転、ー、武公は、 後に、えー、精神皇帝、皇帝にありまして、国名も当から週に一時改めたわけなんですね。えーまあ、そういう側天武功があ日本国語の使用をですね、承認したという記事がありまして、それは702年であるとされているんですね。で、その時に、 遣唐使が派遣され700年から、まあ、派遣されていて702年ごろに、えー、その、うん、あわたの,の真人ですか遣唐使が側部店に招かれて宴会がありまして、まあ、そこであわたの真人がですね あのえー、和,和国って呼ばれていたけど、まあ、日本国に改めてほしいということを、まあ、申し出て承認されたということになっております。で,、えー、ですけどこの母集名はそれより前のものですからすでに東、えー、ではですね、えー、この 678年に日本っていう国名になっているということになりますよね。だから、あこれは一体どういう意味なのかという,いうことがちょっと、えー、難しいわけなんですね。えっ、ー、と702年にですね、あの認める。 必要はなかったわけです,すでに600 <laughs>、早十、六百678年に、米軍の星に日本という国語が書かれてるわけです。それも唐の人が書いてるわけですから、あそれを百六十年に、あの、えー、660年に。 不、えー、足天を702年に認めたということですね。だからそこがちょっと矛盾するじゃないかという問題があるわけですね。で、和国はですね、党の過去、宗としているのは、不足天が精神皇帝になってた時代を宗というんですね。 変したんで,す一時的にでそれの作風国であったわけではないんで作、まあ、法の方がいいかな法権の方が作法国であったわけじゃないので国名の変更に承認はいらないんです本当ねいらないんですけどあの留学生を送ったり検討書を送ったりして いろいろ見つけ物も差し出してるもんですから当からしたら、まあ、作風国扱いっていうかで何でも許可するんですよね日本から申してるよしそれを許すっていうね日本は届けてるだけで別に許可はいらないと思ってるんですがあだから和を日本に改めますと。あ 届けられたらよしそれは許すっていうふうな感じで、まあ、相手は言うわけですねで。ですから今後は国語を日本とせよという日本国語を歌詞した与えた形にな,なっているわけですね。で実際にそ,のそういうことが書いてある本もあります。736年に、まあ、8世紀。えー になってからですけど、張主説という人が表した、式正義という書物の中に、武功、和国を改め、日本国というと、武功が、側転武功が側、不側転がですね、改めたと。和国を日本国に改めたと書いてあるわけですよ。という記事があるわけですね。 それで、まあ、その記事を、まあ、転居にして、中国のサイトを見ますと、えー、日本という国語は中国が与えてやったんだというのがいっぱい書いて出てくるんですね。えー、不足点が和に与えたというふうに、ねえー、ことを日本、日本という国語を を与えてやった中国が与えたんだっていうね上から目線に立とうとして <laughs> いるわけですね、まあ、そういうことでで旧東条でそういうその事情旧東条や新東序にまあいろんな説明があるんですで日本国は和国の別種なりとその国はあ非変非のまあ辺りから つまり日の、日の出る場所というんですね。えー、変あるをもって、えー、えに、えー、日本の名をなすということですね。だから、日が出るところに、えー、あるので、日本国は。だからあ、日本国という名前にしたんだと。あるいは言う。 和国は自らその名のがならざるを憎み、改めて日本となす。あるいは言う、日本は古く小国で和国の地を合わすとなっているわけですね。こういうことが急登場に書かれています。で、これどういうことかと。和国は自らその名が雅ならざるを憎むという。 和っていうのはなんかちびみたいな意味で別称になるわけですね。で、あのそれで、いや別称違うからと。どうも中国の漢,漢の言葉にはあの別称とかいろいろあるというわけでね、えー。それで和っていうのは別称やから、もうその和をやめさせようと。 いうことでね。えー、日本に帰よう。いうんですね。で、えー、日本になったんじゃ。あるいはう、日本は古く小国で和国の地を合わす。これは、日本は、ああずっと昔からあってですね。えー、でも、小国であってで、えー でもその小国があ和国をです、ね、併合してしまったということですね。えー、で中国の伝承では和国というのは五冠の時代にですね、名の国というのがあって、漢の輪の名の国王の金印を渡したと書いてあるわけですね。それはどうも博多湾にあったというのは。 その金印が出てきたので、分かったわけなんですけど。で、でも、よく考えると、日本というのは、太陽神の国だから、日の元の国なんですよね。そうすると、ニゲ屋ヒ王国の方が、実は日本である。いうことで、和国は、博多湾です。だから、日本国は、 ニゲヤ王国だから河内大和の国ですね。だから、あえー、和国は博多湾周辺の国で、えー、日本国はあ河内大和の国だということになる,なるわけですね。で、和国はあの発展し、筑紫の和国は発展して、邪馬台国が できますし、えー、薩摩国もでできるわけですねあの <laughs> 薩摩国というのはその、えー、南九州の辺りなんですよね。えーさまあ、今でも薩摩と言いますけれど、えー、そういうわけで筑紫の倭国はまあ大きな国であるわけですよね。えー、それで、えー、もうですね えー、小国だった日本国は、蛍光天皇の時にに、筑紫遠征を行いまして、えー、併合してしまうわけで、だから、日本国は小国だけど、倭国の血を合わしたと、こういう書き方になっている、小国だったけれども、ね、まあ、大きくなったと。 いうことですよね。えー、でもよく考えると、いわれ彦の統制で、逃げ合い王国を倒されてるわけですね。だから日本国は滅ぼされてるわけなんです。その逃げ合い王国っていうのは太陽神の国日本国やったわけですけど。いわれ、言われ彦は、つくしからやってきてます、ね。太陽神の国じゃないわけというのは、 三奇神がいてで、いろいろ国を作ったわけでしょ。だから、え山と河内山とは太陽神が、まあ、国を作ったから、僕の説によると、天照テラスが作った。で、逃げ早いっその孫やから、逃げ早いが作ったということにしてるのは、孫の世代にずらしているということですね。つくしも、本当はつくよみの国がつくよみが作った、つくよみの国やったわけですけど。 孫があ孫にずらして孫が天下りしたということにしているわけですね。それがあの二二義の御事ということでありますね。でもあの、えー、二二義の御事が天の家の祖先ですからあ天の家の祖先をですねマテにスに解放という。 神道の大改革みたいなのが7世紀の初めにありましたんで、で、あの月読みの国がくしの国だということを、あの、なかったことにして、えー、そこが天照らす、二二行天照らすの孫ということに改変したわけですね。まあ、そういうふうなことがあったんですけど、だから、もともとは、だから筑子からやってきた、 幽霊彦というのは太陽神信仰の国じゃなくてクヨみを祖先にする国からやってきたんでそれが太陽神の国を倒したわけですからああ日本国が倒されてるわけ。ところが 7, 7世紀、えー、になってですねあの聖徳太子が摂政の時にうーんまあ仏教をめぐってその前に あのモノノベーグジが滅ぼされ本家が滅ぼされたものですから、うん、太陽神の荒人神が亡くなったわけですねそれでアマテラスを持ち出してですね太陽神信仰をですねあのアマテラス中心にやっていくとでそれで、えー、アマテラスをですね えー、高間原の出身でありしかもあ天皇家の祖先神であったかのようにですね、えー、この改めたわけなんですね、えー、それがまあ僕の説なんですけども、えー、そういう、えー、わけで、えー、その日本国があ,あの つくしのつくよみの国を併合したわけではなくてもうそのつくじからやってきたいわれ彦の子孫がである恵光天皇がつくし倭国はですねその恵光天皇がつくしに遠征する前に熊楚に滅ぼされてるわけですね。そそれでその熊を伐して、えー つくしをですね、併合して、えー、全体があ和国になったわけですよね。いわれ彦の和国がつくし和国ですね。大和,和国がつくし和国を、まあ、併合したわけです。で、あのー、それが日本国になったのは、太陽神を祖先神に。 して、えー、太陽神中心の信仰になったので、えー、国こはもう火の元の国にしてもいいということになったんですよね。それは7世紀以降の話であると考えられますね。そういうわけで慶光天皇のつくし遠征では、えー、太陽神の国になったわけではないということですね。 えーまあ、新登場では、どのように説明しているかという、苦闘場と新登場という、まあ、二回登場が書かれているわけです。環境に年、ね。これ、観光っていう、まあ、古い送り柄になっているわけです。観光って書く環境ということです。環境が年、ね、使いを使わして、高齢とかですね、高例のことに、ね、高齢を 高麗を平らげて平らげしを出すと。倭国がね、唐に使いを使わして、唐が高麗を平定したことがしたわけですね。後ようやくカオンを習い、まあ、だんだんその家音を、家音っていうのは中国語の 発声の仕方とかそういうのを習ったということですね。そして和っていう言葉はどうもびとかそういうまあ肘であるということが分かりまして、えー、それは、まあ、あの和って書きたくないと改めて日本とまあ書いたということですね。で発音はその 日本人がどんな発音するか、中国の人はよくわからないので、和を日本と改めたら、まあ、国宝が改まったと。それで、死者もそれを説明するのは難しいので、えー、要するに国宝が和から日本に変わったみたいに、まあ、説明せざるを得なかったわけですね。で 国が日いずるところに近いのをもって日本と変えましたということですね。それで、あるいは言う、日本、すなわち小国、和の合わせるところとなすと。故にその業を犯すと。つまり、日本は、日本という国は昔あって、逃げ合いを受けたわけですね。それが、あ 言われひこというのはくし和国から来た人です、ね、それがあ併合してしまうしかしこれはくし和国がヤマ和王国を併合したんでは決してなくて筑紫、えー、和国の中の薩摩国がやってきて、えー、和を のっとって、そこに大和朝廷を作ったわけですね。まあ、大和朝廷とは言えなかったけど。和の朝廷を作ったわけですね。もともと仁平碑とか、あんまてらすの和人ですから和。和の国なんですけど。ええー。だから、筑紫の薩摩からやってきた。ああ、岩根彦が。自分たちの国を作る。 それの子孫が蛍光天皇ということですよね。だから和の合わせるところトナスというのは、えー、その時に結局、えー、筑紫の倭国からやってきた人が合わせたと。故にその業を犯すとなってますけど。これはどえー どういうことかというとそのあ日本という言葉の方が和よりもあのいいから取ったと和という記事ですからねだからあの、えー、日本の方がいいから日本にしましたということですねそれは言われ彦の時にやったわけじゃないんですけれども、まあ、説明するのは難しいんで、えー、最近そうしましたみたいな。 ことで説明しているわけです、ね、まあそういうことで、えー、新東場は小国日本を併合したこと,としていますがそれはつくし国出身のいわれ国河内山との日本国を信仰したということです。それは日本国という呼び名は途絶えてたわけですね。だって太陽神の国じゃなくなったから日本国とは呼ばなかった。 ですけど新党改革ではあ太陽神を、えー、主神また昴祖神でもあるというふうにしたんで、あのー、日本国でと読んでもいいということになっていきますよね。で、えー、環境元年は遣唐使を派遣した年で不足点がここに環境元年とか言うんですね。使いを使わしてと。 これは派遣した年な。で、不足殿が、その、承認したのは702年であると。で、使わされた遣唐使は、淡田の真人であったということですね。ねまあ、先ほどから言っている、指示だから、日本に改めた。これは国語を実は変更したんではなくて、国語は、えぇ、ー、その、宮本朝廷、 したら、ヤマトがイチオシの国宝であったわけですね。で、ヤマトをどう表記するかということで、今まで和っていうのを当ててたけれども、それを日本にしますということなんですね。だから、読みは両方ともヤマトであるということなんです。でも、和はヤマトと読めますか 日本はヤマトと読めますかというですこれなかなか説明しにくい。和をなぜヤマトと読めるか。日本をなぜヤマトと読めるか。というのは説明しにくいですからす説明できなかったんじゃないかなと思いますね。だからえ和を日本に改めたのはそれは、えー、和はあどうもそのことが悪いとか何とか言って。 えー、日本というのは火の出る国という意味やからあそれがいいということでなりましたというふうに説明しているわけですね。で、あたかも国名変更したかのように、まあ、説明させざるを得なかったということでしょうね。で、党はそう受け止めたわけですけど。えー、それで、まあ、その理由をですね、いろいろ説明する。 ときに河内山とは日本と呼ばれていたんだということでね。それが大谷島東郷で一つの国になったんで、えー、どちらの和と日本どちらがいいかというので、あ日本の国名の方がいいってなったというふうに説明をしたと考えられますね。えー、それで、えー、東郷はそれをいろいろ誤解してしまったということである。 えー、だから、ヤマト朝廷は国名変更したつもりはないけれど、党からしたら国名変更に見えたということですね。問題は、その、どうしてだから、えー、和とか日本とかいてですね、あの、ヤマトとやめるのか <laughs> ということなんです。 それにまあ国名っていうのはまあ先ほどから言ってますけれども和とか日本だけじゃなくてえー、大和もそうですし国名ですしそれから大屋島国とかあ水戸の国とかいろんなあ東海岸の国というのもありますねだからあいろいろあるんだ秋豊秋津島っていうね えー、大大和、豊昭島とかも書いてますけど、まあ、そういうことをいろんな国名があって、どれが正しい国名かとかいうのはないんです、別にね。ただ、まあ、大和朝廷としては、あ大和が国名とは一押し、まあ、自分一番いいと思っているということでしょうね。その大和を、あ今まで和と書いてきたけど、 漢字で書くというかねそういうことなんです。だからあ漢字でまあ、えー、書くっていうのがまあなかなか難しいことですから、えー、いろいろ工夫をするんですけどどうしてでも和とか日本って書いて「大和」と読めるのかということが。 大変この難しいということでね。えー、ただし次第に日本をまあもちろんその日本っていうのをですねあの表記に使った日本っていうのを大和の表記に使ったわけですけどですから日本書紀は当然その 大和書記と読むべきなんですね、えー、それをまあだんだんですねあの日本と書いて「大和と読め」って言ということなんですけどだんだん日本と読む人の方が多くなってきてで「大和初期」と読まずにもう「日本書記と読むようになっていったということでしょうかね。 で、元織宣長がですね、えー、その、日本という国語は、まあ、いつから日本という国語になったのかっていうので、大化の元年から対外的には日本になったという解釈を、この元織宣長はしているわけですね。それをどうしてわかるかというと、公式 小書式というところに「えー、秋津三上とお天の下氏白しす大屋島のすめらみこと」「の大みことっていう表記がありまして、えー、そのお朝廷の重大事を用いる言葉とされています。 えー、こ,のこういう「秋津三上と」というわざわざ書いたりするのは重、まあ、大事を知らせる書くんだで特にその中に日本を使ってるんですね「秋津三上と天の下白しす山との爪みことの大御琴」と書いてる 日本って書いてるけども、ヤマトと読めっていうのがありますから、山マと読まないかも。で、これをですね、でも、あのえー、バンコクに、バンコクというのはあの日本を中心に、日本はたっという国で、えー、朝鮮三国はバンコクであるというふうに考えるわけですね。で、まあ、バンコクの人はあそれをですね、日本って書いてるから、日本と。 大和とは読めないわけですねだからバンコクに向けてこれを書いたらですね、えー、あるいは唐に向けてこれを書いたら日本を対外的に国名にしているということになるやろうというのがノリさんの解釈なんですよね。えー、じゃあ日本国内的に向けに日本という言い方を使ったんでからや。 いうことになりますけどこれ今のは大化元年の記事に高麗市に、えー、その使ったわけですね。だからこれは日本の始まりや対外的にそういう。で体内的にはどうかというとその2年にですね、えー、こ国内向けに。えー 言ったわけなんですね。秋炭神玉の年出しメス、えー。大和の大和猫。ラミコとの,の,、えーの,のえー、大コトですね。大巫女。爪羅巫との大コトということですね。えー、ここやね。 爪の御子と大御子と。というのが。で、これはあの、ヤマト、ヤマトって重なってるんですよ。だから、重な読みはちょっとおかしいなということで、えー、こっちはヤマ、まあ、今までヤマトと呼んできたから、あこっちは、日の本、ヤマトのじゃなくて、日本のとか、日の元のっていう。 こ,とでこれを日本国名になってるんだね。ということですね。大和の大和じゃなくてこれ日の本。だから国内向けに日本って使ったのは2年からやってでそれに対してね「いやこれはおかしいですよ何も何でも」言いう人がいて要するに和を全部消して日本に書き直したわけです。 でここは消し忘れたと考えられるから、こういうのを演じというんですね。明らかに間違った字が残ってしまった場合。これだから、この和は演じやと。これは読んだらあかんという,いうことですね。まあそういうふうに言う人もいるわけですけど。でもまあ演じじゃないとするならばどういうべきかというと、枕言葉的に読むと。 日の本のマト読めるわけですね。うん、そしたら太陽神の支配するとか、あるいは日が昇るという意味です。国名じゃなくなる。うん、でそれで意味も通じますから。だから、あ日本国名じゃないから日の本。だから、あの、 日本国名を使ったことにならないということですね。だからノリレ長の解釈がちょっとおかしいわけなんですね。えー、そういうことで。まあ、あのー、でも、この日本という国名があそれ以前からですね、あったとしたら、使われてたとしたらですね。えー 日本と呼んでも別に構わらないということですよね。国内的にも。<laughs> ね、ただあの、えー、日本書紀には「ヤマトと「めと書いてあるわけです、ね。読まなければいけないわけですけど、えー、それは日本書紀においてそう読めというだけであって、日本国名は、まあ、既に使われていた可能性も あるわけですねでもそれはじゃあなで宣長はあそ,れそれまで使われていた可能性があると認めないのかというと要するに資料が出てないとそれ使われていたという証拠がないということですね。でもその証拠がないというのはないものねだりだとも僕は思うんですけどたいその7世紀の段階で 国内で、えー、日本という表記の資料は一切出てないわけです、ね。あの世紀の段階に書かれた日本という表記のものは出ていないわけです。まあ、それぐらい日本人は漢字を使ってないし、歴史や物語を書くのにですね、えー、漢字を使っていなかいったわけですよね。ですから、交渉伝承というか、 それで後々ですからあの証拠がないのは仕方がないというふうに、まあ、僕は思うんですね。だからあ使ってないわけではないと考えられる。国名ですからひ、えー、東の方角に、まあ、あるんやったら猪本でもいいし太陽神を信仰して太陽神の支配のもとにあったと。 思ってるんだったら日の元のでもいいわけです日本って書いてもいいじゃないかということですね。えー、だからあのー、そういうことなんです。だからあのーえー、ないものね。ただ新遺伝子の中で日本が出てきた場合は。 太陽神の国ですから日本と呼んだ方がいいやろうとこれ「大和」と呼むのはどうかなということですね。で「大和」っていうのはもともと語源がまあはっきりしませんけどまあ筑紫の場合は「山門」と書いて「大和」っていうことで大体戦場地の辺りに宮があったんで「大和」と言うと考えられますので。 戦場地を都にしらしたのは河内大和の場合ですね。やはり4世紀の初め、3世紀の終わりから4世紀の初めではないかなと。だから、筑紫い大和よりもかなりですね、えー、後の時代になるんじゃないかなと思われますので、えーまあ、そういうことで。 あの新居早いの時代は日本と書いて大和と読むのはどうかなやっぱ日の本とかあ日本と読んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。百、えー、倍自然であるということ。でこれはあの新居早いが岩船に乗ってこれもあの新居早い日は誠にしてないんですよ。 これはもうファンタジーですよ。その天から降りてきてるっていうので。ね。だから、そんなに信用したらかん本当はアマテラスが海下りしてきて、海もアマテラスですからね。海下りしてきて、津島から下り下りしてきて、アマテラスの国を出せた。それが日の下の国。ということですよね。だから日本国っていうのも古いわけなんです。 それ一旦倒されるけどね。で、また、大な、あ、これはあの、だから、ニーハイの妖霊のことでした。また、大名カ狼、これを見て、曰く、玉垣の内津つ国と、ヤマトのことを言ったわけですね。あの、大名ムチというのは、大国主との国の、えー、う国いうことは、ヤマトの国は、玉垣の内津打つ国ということは、 その垣,垣根に囲まれたような山が垣根として、ね、山に囲まれた国だと言ったわけです。で新谷はどういうだかというと新谷愛の見事雨の岩船に乗りて大空を巡り行きてこの国をおせりって上からこう見下ろしてね天下り多摩に至り 似合いが天下ったことになってるわけですね。えーえー、彼そしてそれでよりて。だから天下ってきだから、それから見たら。あ、それから見た日の元の国っていう風に言ったわけですね。これはあのヤマトの国と読むのはだからさおかしいということで、えに、ー、ややから日の元の。の いいいいんじゃないかと思いますよねだからここだけは日本食で日本と書いたら「ヤマトとやめ」って書いてるけどもやめ、うん、にくいやっぱり日本違うということですよね。<laughs> まあそういうふうに考えた方が分かりやすいということですね。でそれではその「ヤマト」を和から日本に表記を差し替えるということはどこに書かれているのでしょうかと。 えー、日本書紀に書かれてるんだそれは日本書紀のは、まあ、初めの頃の「いざなぎの御事」が国をなされた時ですね。えー、国を産み時に至りてまず淡路島を持って絵となすと。この「家となす」というのは。 裁判みたいなものにしたっていうことですね。淡路島を作っといて、そこから、そこで、えー、いろんな国の元になるのを作って、バーンバーって <laughs> ということですね。で、思うところよからずということはどういうこと淡路島を作ったけども、まあ、気に入らんかったということですね。思ったように島にできなかった。それで、故、えー、に、 これを淡路島思ったのとちょっと合ってないなという淡路島 <laughs> といちょっと面白いですよねそういう合わないから淡路島すなわち、えー、大,この大,大,大日本とかでね大大和ってんでこの日本は中年 日の本、これを大和というと書いたこれ、大和。皆、しも、ね、皆、これにならえと。ですね。だから、全部、その日本と書いてあったら、大和という宮という。で、だから、あ大,大和、豊、秋津島っていう、本州のことを、 大大和豊秋津島ということですね。でここでこの日本は大和という読むことにまあ決まっているわけです。だから日本初期ではなくて大和初期のつもりで出したんですね。 読まなくなって、日本と読めようになったんで、日本書紀と言われてると。まあ、そういうふうに考えています。次に、まあ、これはまあいい、これはあの、硫黄に、ふたな島と押し込むこと。で、その時に、つくしの。ね。こういうわけで、とこれと、昔の、えー、本州のことですね。お大山と豊昭島。 のことを言ってるわけですね。いかみなこれを習えた。ね、でも、新愛の場合は、だから、空光・大和の国とだから読まされてるんです。でも、新、え、愛、ー、の国の場合は、やはり、日本とかけは日の元の国、空光ひ・日の元の国だ。読むべきでしょうというす、ね。それはともかくとして、 どうしてーと書いて、ヤマトと読ませていたもの、日本と書いてもヤマトと読めるのか。ということで、これはミステリーです。大体ーと書いてもヤマトと読めませんやん。ーはヤマトとは読めないね。で日本ももちろんヤマトと読めない。でも読ませているわけですね。だからもう国家権力は何でも決められると。 お金なんぼ出しても構わないとかいう説もあるんですけど、えー、国会権力やから、あの、どんな読みでも強制できるんだというわけではないはず、あの、まあ、強制しようと思ってもみんな嫌がったらしまいですから、あの、なんで読めるのかと、そういう読み方ですね、あるんちゃうかということ。 それで多少的に和と呼ばれていたのでそれをまあ唐の国とかまあ中国から昔から和と呼ばれてきたわけですね。でだからそれをですねその字を使って自称の国名大和の当て字にしたということですね。そういう解釈がありますよね。 そういう、まあ、なんかその漢字を考えないかと、日本の国名に対してね、ヤマトという国名に対して、い一文字で、なんか、いい字がないかなと思ったときに、えー、和と書いてですね、あの、和国っていう日本のことを呼ばれてるわけです。日本の国のことやから、ヤマトの国名なんだから、和,和を当てにしたらいいやないかと。 いうふうに考えたという、まあ、動機はそうなんですけど、その前にですね、でも、和と書いても、ヤマトと読める何か方法があるんじゃないか。全くの味じゃなくて。で、あの、日本でもですね、ヤマトと読める何か方法論があるんじゃないか、用法があるんじゃないかと。他の感じでですね、 そういう使い方してるのないんだろうかこう考えていろいろ検討すべきなんですよそれをちゃんと検討しない人が多いですであの谷川健一さんがあまあ、谷川健一さんの独特じゃなくて谷川健一さんがそういう解釈したのを紹介してここに書いてるみたいですけど谷川健一さんが白鳥伝説で紹介してるわけです ね、それはあの「日の下」と書いて「草かと読むけどどうしてやと飛ぶ鳥」トトと書いて「飛鳥」と読むけどどうしてや読めないでしょうということですよねだから慣用句として「日の下草かという慣用句があったと感じでこれはもちろん読みは「日の元の草かと。 こう考えるんですねつまり太陽神が支配する草かの宮があったと考えてそうしたらその井の下で草かと読めるということですね慣用的にそれを使ってたら井の下で草かと読めるだから飛ぶ鳥飛鳥とこう書いてあったらこれは飛ぶ鳥の飛鳥と読むわけですね それで、飛ぶ鳥で、飛鳥と、慣用的に読むようになったという解釈が可能なわけです。でそれであ、そう、なるほど。じゃあ、それ使って書いたら、あ和、山と、つまり、和の山とっていう慣用句があった。和の都山とですね。えー、だから、 和で大和と読めるあるいはまあ和人住むもうちょっと分かりやすく和人住む大和という漢容があったそのてっぺんの和だけとっても大和と読めるということですねこの日の本の大和っていうのがあったら太陽神が支配している大和という漢容が,があったら日の本と書いて大和と読める だからは、はでも、日本と書いてもですね、ヤマトと両方を読めるんだということになりますね。でも、これはなかなか難しいですよ、そういうことを <laughs> 説明するのにですからあーそう、そういうふうには説明しなかったということですね。だから、日本書紀では、えー とと書いてこれを大和と呼ぶし日本と書いてこれも「ヤマト」と読むようにしてで国名として「和」とか「日本」は使用しないようにしていると考えられますね。そういう事情を勘案すると不足点の時の国名称変更承認問題。 いいですね、中国側は国名を変えてきやったと思ってるわけですけど、日本側、大和政権側は違うんです。大和なんです、やっぱり日本に変えたけど、えー、和を日本に変えたけど、どっちも大和と読むんです。だから国名は全然変わってないわけですね。表記を変えただけということになるんですね。えー、だから国名表記変更、報告に過ぎなかったわけですね。 そういう、うん、ことでじゃあその日本という国名はいつから使われ始めたのかこれはまあ大問題で結局、えー、古代史研究家の大部分の人はですね古代律令国家の完成が完成の時期に 天皇号の使い始め使用ですねそれから国語の日本国語の使い始め使用が始まったと3点セットで考えてるわけです。これはねあのちゃんとやっぱりね本当に3点,3点セットだったのかどうかね検証をちゃんとしないかいかんのに思い込んでるんですね。 えー、それであの3点セットで考えて日本国の使用というのをですね律令国家の完成期に見るとそうしたら大法律令で、えー、日本国名が規定されたとかねいう人 <laughs> 大法律令は見れないんですよな残ってないしでまあ養老律令からまあ想像するんですけど どこにもその実令にですねあの、国名は何々にするって書いてないんです。で、どこからその日本という国名をね、えー、見るかというと、宣長と一緒なんです、結局。りえー、日本と書いて、あの天皇の称号に、えー、大和のスメラミコトと書いてると。それで日本と書いてるからね。 でもそれはヤマトとから日本じゃないでしょで。じゃあいつから日本なんやということであの問題にな,なってくるわけですね。それでまあじゃあ宣長みたいに、えー、対外的にまず使い始めてそれがだんだん優勢になってきて日本になっちゃったんだというふうに考えるのかどうかということですね。 えー、そうだから明確には、だから律令を探しても書いてないということなんですよね。日本という国語は。字書いてあ,あってもね、ヤマトと読めない。で、要するに、えー、日本書紀では、その国語はヤマトと読ましてるわけ。に和も日本もね。えー でも日本という国語はじゃあいつ頃から定着したのかっていうことがまあ明確じゃないわけですよね。でもだんだん剣道使なんか増えていってあれでしょう、ね、中国ではあの「大和」とか読めへんからあ、ね、日本に帰ってきたらやっぱり日本日本で読むようになってくるわけでしょうね。でまあ広がっていったということとそれからももと。 だから僕はもう元ともと派なんです。もともとアマテラスが立つ国、いわれが、岩われひちゃん、にぎややが、太陽神が支配してた国やから、もともと日本国、ね、猪本の,の国やったわけです。それでまあ、岩わ彦以来、猪本の,の国じゃなくなっていたけれども、聖徳太子の時代に、 太陽信仰を中心ににする国に戻したわけです戻したというか、えー、苦い王国の時代に戻して、まあ、言われるから外からやってきたよそものですよ、考えたらね。だから、大部分の大和の人にとったら、元に戻っただけの話。で、それで日本になったわけですね。 えー、そういうふうに考えたら日本という国語は、まあ、昔からあった国語であるということが言えますしうん決してその律令と律令の完成によって日本になったとか関連があるとか律令と関連があるとかということではないわけです。あくまでも太陽神信仰を中心にする国だからあるいは東の方角に あるから、まあ多少やね、それは。よそから呼ばれる言葉。で、日の元あの日本の本にね。元々は草か日の元と読むわけですけど、それは太陽神の師範。まあ、両方の意味を兼ねられるのが今の日本ですね、日の本と書いて、日の元、えー、太陽神中心という意味にもなりますし。えー 日の元で、日が出る元で、東という意味になるでしょで、結局便利やから、まあ、日本というになっていたという考えられますから、なんか律令とセットにしたいとか、古代国家の完成で日本という言葉が生まれたみたいなことではないと <laughs> いうことですね。そういう、あのついいつ我々は、 古代律令制国家によって日本ができたとか天皇制によって日本の国が整ったみたいな言い方をしますけど、えー、天皇という天皇称号を使うことによって日本それは違うんですよね。 えー、太陽神を主神にしたためにあるいは祖先神にしたためにその座から下ろされた神が立たないように、えー、それの荒人神になると雨の皆か主に。雨の皆か主が天皇なんですよ。あの北極星であり天皇大帝で天皇なんですよ。だからそれの荒人神になって。 いや雨の皆中の信仰を続けてるというふうに思わして立たらないようにしたわけですね。まあ、そういうふうに、えー、考えなければいけないということなんです。まあ、そういうわけでもうなかなか面白い話だと思う面白くないという人もいるかも分かりませんけどあの要するに、えー、和国。 から日本国に、えー、の解消したというわけではないんだと、あのえー、側転不向に報告したのはあの、そうじゃなくて表記を改めたんですね。大和の表記を、えー、わーって表記してたのを、表記して大和と呼んでたのを、日本と表記して大和と呼ぶと。 表記を書いた、その報をしたんだけどもそれ説明ができないから日の本の、えー、東太陽の出るとこ違いから日の本という字を使いましたとこういうふうに説明しただけだということなんです。というわけで面白いお話でした。